YouTube をご覧の皆様こんにちは。フェックスハイエース南大阪で営業の田川です。今回ご紹介していくお車なんですが、29年式のハイエース版スーパー GL のダークプライム仕様の、肉のディーゼルの走行距離約 23,700km の代物が入ってきましたので、今回もご紹介していきたいと思います。早速お車見ていきましょう。はい、お車こちらです。はい、29年式ですので4型ハイエースになります。はい、で外装は比較的状態綺麗です。はい、でこちらはフレックスオリジナルのデルフィーのない今人気沸騰中のフロントスポイラー、こちらついてます。はい、そして車両の方は2インチロードダウンしていますので、通常よりだいたい5センチぐらい低くなってますね。はい、そしてこちら、フレックスオリジナルのデルフ02ホイール17インチと、グッドイヤーのナスカータイヤ、ホワイトレターのタイヤになります。そしてそのままこちらモデリスタ、トヨタ純正のモデリスタのサイドスカートのエアロの部分がついてますね。そしてリアの方も、モデリスタのエアロフロン、リアバンパーついてます。はい、そしてこちらフレックスオリジナルのベッドキットタイプ1、こちらなんと新品で取り付いています。はい、いつもご紹介させていただいてますので、もうご存知の方多いかと思いますが、4枚板で乗ってるだけのベッドになってて、高さ調節も手回しのネジで簡単にできるので簡易的なベッドなんですけど、すごい使い勝手が良くて人気のベッドになります。はい、それでは中の方も案内していきます。両側手動スライドドアの小窓付きになっています。はい、ダークプライムですのでハンドルがシフトノブがこういう風にかっこよくなってますね。でフロントのナビがアルパインの8インチナビで、若干ここに収まりきらないので、ここの部分加工されて別のフレームがついてますので、もう特に違和感なく取り付いているような形になります。はい、そして助手席エアバッグも入ってて、100ボルトコンセントこちらも入ってます。はい、そしてバックカメラの方も綺麗に映りますね。はい、であと ETC も入ってます。内装の方はもう比較的に綺麗で状態いいです。はい、はい、いかがでしたでしょうか。低走行、高年式、もうこの車は、すぐ売れちゃうかと思います。もう最近結構南大阪店でも高年式低走行のお車が入ってきたりするんですけど、特にディーゼル車っていうのは最初の新車でご購入いただくと価格がやっぱ高いので、断念されるお客さんも中にはいらっしゃるんですけど、こういう低走行高年式の車が入ってくるともうすぐに売れていきますので、ぜひご検討いただいている方お早めにお願いします。はい、では今回の動画は、こちらで以上となります。 ご視聴ありがとうございました。